サッカーファンの皆さん、こんばんは。サガン鳥栖対ファジアーノ岡山、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の対戦ですが実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょう。今日は激しい戦いになると思いますよ。そうですね、本日の試合はそんな一戦となりそうです。さあ両チームの選手入場です。さあ間もなくキックオフです。キックオフ、ここから島崎追っていくのです。右を使って右側、長すぎました。チェック、高橋、柔らかいボール、これを拾ったサガン鳥栖。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、はい、まあそれだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。この位置から蹴るのは薄い。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。さあいけるか。あっと、これはペナルティの外でしたね。さあこの位置からのフリーキックです。直接来た、合格ボールでした。いやー、ものすごいフリーキックでしたよ。いや、相手にとっては助かりましたね。巨人下げて、ここはいいよ、硬い守り、チェック、ボールを取ります。柳沢、ディフェンダーとしてプレーします。パス、まだコースを探しています。チェック、絶好の得点機、しのいだ、押し込むか。さあコーナーキック、でもいい試合してますよ。そうですね、これは動いた、ここは一難逃れます。再び薄い、小野、ここで組み立てます。戻し、野本、叩きます。サガン鳥栖、まだ得点はなく0対0。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。いくか、ピンチを逃れました。ここはよく守りました。
チェック西野ゆっくりとボールを回します。柳沢、ここで前半戦終了。さて北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですがいかがでしょう。はい、お互いチャンスになるところもあったんですけどね。しかし流れをつかみさえすれば後半ゴールを見られるでしょうね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半を終えたところで0対0、両チームスコアのないまま折り返します。後半です。下がったボールは小野、薄いパスをつないでいく。開きますよ、ヘッド、あっといい形で左サイドから攻めていきました。悪くはなかったでしょうね。うまく左を崩しましたよね。さあ前に誰がいるのか。ここは一難逃れます。右へのクロスが出たんですがここでは合わせられません。いいよ、かろうじてクリアしました。中へボールが入ってきたんですが落ち着いた守りを見せています。まあ通ればですけど素晴らしいボール入れてきますよね。後半も15分が過ぎました。軽く出してゴール前を狙っています。クロスボール、決めますよ。チェック、一旦預けます。そのままシュート、ポストに当たった、ゴー。岡山アウェーで先制しました。チーム待望の一発を決めます。場内今日一番の盛り上がり。最後落ち着いて左足、いやーいいセンスしてますよね。画面ではリプレイをご覧いただいています。北澤さん、しかし見事な先制点となりました。先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、はい、まあある意味余裕がなくなったわけですからね。できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。ボールを奪われます。山田、チャンスになるか。ちょっと合いません。ゴール、よく落ちましたよね。サガン鳥栖、同点に追いつきました。的確な判断力が光ります。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。あと北澤さん、ここで同点ゴールが生まれました。コスとしては追いつこうという積極性が功を奏したんでしょうね。これで試合も面白くなってきましたよ。北澤さんいかがでしょう。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。岡山ボールキープしています。パス、岡山ボールを回します。いいプレッシャーだ。前線です。チェックに行く、右サイド、中央に入れた後だったんですがこれは阻まれます。そして薄い、強い、さあ右へ出してきた。細かいボールの奪い合い、
ピンチを逃れました。ディフェンダーは必死にコーナーへ逃れました。両チームここでメンバーチェンジとなります。見ていてスタミナ切れた感じするんですよね。監督変えてきましたね。岡山チャンスです。誰に合わせるのか。ここは一難逃れます。川原通ります。行くか。ここは阻まれました。ここで試合終了。1対1引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、今日の試合ですが振り返っていかがでしたか。そうですね、両チームの攻撃の拠点の違いといいますかね、そういったところがよく分かる試合内容だったと思いますよ。非常にいいゲームを見せてくれたと思います。さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半22分、臼井先制点となるシュートを放ちました。そうですね、シュートだけでなくね、確かポストに当たっていましたよね。まあわずかな差ではありましたけども、流れとして打った側に分があったということでしょうね。そして後半29分、巨人同点となるゴールを演出しました。そうでしたね、シュートもそうですけどゴールスピードもかなり速かったですからね。いいタイミングで振り切れた証拠ですよね。それでは試合情報を軽く見てみましょう。サガン鳥栖、データ上ですがボールは相手に支配されていたようですね。なるほどね、そうですか、流れをつかまれてたということでしょうね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は1対1、両者ドローで試合を終えています。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは今日のハイライトシーンをご覧に入れながらお別れさせていただきます。皆さんごきげんよう、さようなら。